辻勝が正攻法から、そして6番手9番川西がまずは動いて、残り2周1コーナーから2コーナーへと向かっています。川西がすっと上昇、現在2番手、前5番の辻を抑えています。インコース5番辻が引いていくのか、このまま突っ張っていくのか、5番の辻が引いていく、鐘を迎えます。抑えて9番川西が先頭、2番手を7番の榎田、1番の内村が3番手、そして8番の五十嵐、3番柴田が切り替えて、5番辻が下がって後方7番手。レースはこれから最終周回を迎えます。ここで前からグッドペースアップ、9番川西涼介が最終日は先行勝負。7番榎田2番手、1番内村が3番手、8番五十嵐が長男4番手、5番手3番柴田が動いていくのかどうか、先に7番手、5番辻がまくって最終バック、辻まくって現在3番手から2番手、これを持っていく7番榎田ですが、アウトコース5番辻勝がどうやらまくりきりそうだ。4コーナーから直線、番手からは7番榎田、外から5番の辻、5番辻勝、1番内村で合流、あとは2番の山中も突っ込んでいます。